中だ。危なかったな。あと一歩遅れていたら、餌食になるところだったな。な？怪物を一瞬で斬死した？あなたは一体？話は後だ。今はこいつが再生する前に、ひとまずここからずらかるぞ。早く。よし、ここら辺でいいだろう。奴はここまで追ってこないはずだ。早速助けてもらったところで悪いんだけど、あなたは何者？ここで何しに来たの？あの怪物のことも知ってそうだったわね。まさかとは思うけど、もしかして想像分の一人？かつてはそうだったがな、今はもう抜けた身だ。俺は奴らの計画を阻止するために、こうしていろんな場所で隠密行動をしていて。そして、お前らと偶然に鉢合わせたところだな。奴らはお前らの廃用館に、盗聴器を仕掛けたらしい。は？なんだと？盗聴器が仕掛けられていたなんて。だから私たちの話し声を盗み聞きして、奴らに漏れてしまったのね。嘘でしょ？奴ら、一体どうやって盗聴器を仕掛けたの？私たちの隠れ家なんてバレていなかったはず。どういうこと？私たち、奴らに見つかるような行動はとってないわよ。なのにどうして、私たちの隠れ家がバレてるの？おそらくだが、お前らの動きや情報、そして拠点をキャッチするために、誰かの体の中に、盗聴器を仕組んだ可能性が高い。お前らの仲間である可能性が高いな。廃用館にいる仲間の連中だろうな。そいつの盗聴器は、体の中に埋め込まれている。多分、クロスト様が仕組んだことだろうな。もしくは、あの女が仕組んだかもしれん。だからカーネスたちに、情報が行き届いてしまったんだろう。そんな、じゃあ、今、廃用館にいる連中たちの話し声が全て、奴らに行き届いてしまっている。ということなの？ああ、その解釈で合っている。これ以上話したら、奴らに情報が行き届いてしまう。迂闊に喋れないぞ。もう、隠れ家の場所なんて、バレてる可能性高いだろうな。お前らの行動は全てお見通しってことだ。だから地底世界に核エネルギーがあるのを知って、奴らが動き出し、核エネルギーを奪うつもりなのか。これは参ったな。私たちの仲間の中から、盗聴器を取り出さないと、永遠に情報を取られるのか。だから、創造軍の幹部たちは、お前らが地底世界で、先を越されるのを恐れて、あんな怪物を配置したんだからな。さっき、ゼミリアさんが言ったように、あの怪物は一体何ですか？あの怪物は一体何者なんですか？スペルカードで攻撃しても、一切効きませんでしたよ。ああ、あの怪物は、ロウリュウの一体でな。カーネストダイヤが、合計10体のロウリュウを開発したんだ。生物ではなく、生物兵器、つまり機械だな。攻撃してもダメージは通じないし。仮でも切断しても、すぐに再生する。奴らの弱点を見つけない限り、倒すことは不可能だ。合流には、海洋のような生物、デビアス。追いかける速度の速い竜、アイスドラゴン。どんな氷でも突き破ることができる魚。グレイッシュ。計り知れない霊気をまとったヘビ、グリズン。サンスの首を持った多頭竜、クロストヒュドラ。そしてお前らがさっき出会った、長い体を持つ老竜、アイススパイク。ダイヤモンドの雨を降らせる竜、アイスワイバーン。多彩な攻撃ができる悪霊、グレイスト。大吹雪を呼び寄せる玄武、アイスタートル。そして、改造された竜、聖竜。ダイヤとカーネスは、中体の老竜を扱っているんだ。お前らにとってはかなりの脅威だ。老竜をなんとかしなければ、奴らを止めることはできん。あ、そうだ。私たちの仲間もこの洞窟のどこかにいるの。一緒に探してくれない？何？
この洞窟のどこかに、お前らの仲間がいるだと？わかった、いいだろう。お前らは右の方を探してくれ。俺は左を探す。仲間を見つけても、俺に構わず先に進んでくれ。後でまた合流する。わかったわ。じゃあ私たちは右の方を探すわよ。かしこまりました、お嬢様。どこから出てきたの？あの怪物の他にこいつらも出てくるのか？なんでこんな時に他の怪物が出てくるの？タイミング悪すぎでしょ。仲間と合流したいのに。ほ、こんな時に DV6 と DV3 が来るとはな。仕方ない、俺はこいつらの相手をする。お前らは先に行け。わかりました。皆さん、ここは行きましょう。まだ名前聞いてないんだけど。それは後です。今は怪物から逃げますよ。